どうも、こんにちは、キーです。今日は何をやるんだろうか。にゃんが何をやるか考えているのか、しばらく待ちましょうかね。まずこれ。うわ、何これ。箱。そしてこれ。これはダイソーですね。はい。何でしょうね。多分私はスライム作っている時に使っているスプーンですね。開けちゃいましょうか。よくブルーとか緑が割れるんです、一瞬。いや、なんていうかね、ちょっと気になっていたものがあって。はい。出るかな。うわぁ、LOL の何、ちっちゃい、なんだなんだろう。下から出るんじゃない。下から出た、べぇ下から出た、べぇ。これは LOL サプライズ、なんて書いてあるの。ファッションクラッシュ。ファッションクラッシュ。あ、これあれ、あの、ぬってんさんがやってたやつだね。そうだね。まさかの LOL かと思わなかったぞ。開けてみる。うん。服がね、同じのばっかりだから、一つ開けてみてほしいな。うん。どれにしようかな。じゃあ、これ。はい。じゃあまずはレジェンドが書いてる、ここから。僕は思ってた以上にちっちゃくてびっくりしたよ。うん。他の動画で見ると大きく見えるんだよね。うん、見て、ハーマジェスティちゃんと比べて。ハーマジェスティってわからないわよ、これじゃ。ごめんごめん。こんな、この子3インチでしょ。うん、それよりもっとちっちゃいよ。本当だ、2インチくらいだよ。他に比較するものあるかな。チョコ。チョコ。チョコダメか。これは、なんか謎の袋、ちっちゃいのと比べてみるとこんなちっちゃい。何が困るの。ここになんか開けるとこあるよ。そうなの、そうなの、なんだけどね、剥がせないの。いや、下の部分まだ剥がしてないからさ。無理に行きましょう、無理。はい、そうだね。はい、そうですね。なんか出てきた、ラインナップ。もう早速出てきたよ。うわ、ちっちゃい。ちっちゃいよ、お星様。ああ、ラインナップもちっちゃい。ラインナップな？ラインナップもちっちゃい。ちっちゃい。うわ。これはブルーだね。ああ、これかわいい。これ出てほしい。あ、ウルトラヤーじゃん。出ない出ない、絶対出ない。そうだね、ブルーだもんね。お、カットしやすくしたけど。ありがとう。おお。全部でミラーとお服と靴。うん。新しいのが出たらいいよね。でもミラーまだ出てないよ。あ、ここにあったの？あ、スパイグラスじゃん。スパイグラスが出てきました。覗いてみよう。なんだこれ？どうやって見るの？片すんだよね、裏側。A と帽子がたくさん出てきました。帽子が A。これは帽子が A。 他には特に何もない。
に何もない。ここ開けるだけ。そうだね。さあどんな色をしているか。せーの、あ、硬い。うん。うわー、何じゃこれ。ぬるぬるしてる。ぬるぬる。ゼリーみたいな。うん。何色にする？グリーン、ブルー、ピンク。ピンク。今出てきた。え？手でいっちゃってもいいのかな？で、開けていきます。うー、めっちゃぬるぬるしてるよ。ぬるぬるするの？うん。だってこれゼラチン使ってるからさ、多分。ゼラチンなの？ゼリーみたいな？うん。え、食べれはしない。食べれはしない。食べたら死ぬ。死ぬんだ。もう手でも入れてきちゃうかな。うっ、めっちゃ真ん中に集まってない？うん、触ってみていい？うん。うえ、気持ち悪い。うえ、なんか飛んでった。中になんかまだ入ってるよ。これどうやったら。わ、キラキラもある。硬い。ゼラチン。怪我に染みてめっちゃ痛いよ。怪我に染みてめっちゃ痛いぞ。なんでだろう。臭い。あ、そんなに臭くはない。ちょっと待って、よく見て。パールが入ってる。ラメも入ってるけどパールも入ってる。全然気づかなかった。これの再利用について全く考えたことがない。そうだ、あのニャンって書いてあるあの袋も気になるにゃ。これ溶けるのかな。溶けるのかな。何でできてるか成分が気になります。うん。靴の形質かな。スリープオーバーシューズ。違う、スリープオーバークラブ。うわ、取れない取れない。あれ違う。へえ。相当細かいよそれ。後で洗ってこよう。うん。じゃあお服紹介してください。お服、まずはこんな感じのピンクの、なんかカメラ越しじゃ読めない英語が書いてある上の服。近くぼやけてるよ。キャットナップ。お昼寝。これ柔らかい？そんなに柔らかくはない。柔らかい。そっちは何？こっちはなんか最初はなんかよくわかんないけど、なんかうえなんかよくわかんないんだ。とりあえずおむつに見えた。ズボンかな。うん、かわいい。見てみようか。ちょっと近くで。ちょっと手洗ってきましょう。ふりふりな感じした。出て、ここがフリフリな感じになってる。こっちが後ろだね。誰かに着せたい。うん、いいね。はい、キー、ついでに靴も洗ってきてほしい。靴？うん。片足？両足。なぜ片足？両足？両足。どっか行ってた。てか片足の取れてるから、もう一個は片足だけでいい。よっ、あったよ。マイナップ。これだな。
スリープオーバークラブ、ポピュラー、これかわいい。うん、パジャマシリーズですね。レアになるとグラスがついてくる。グラスイーズ。ファンシーはどれだ、ちょいレア、これか。これだとアクセサリーがついてくるのかな。レアだとメガネがついてくる。アストレティッククラブ、スイムクラブ、スリープオーバークラブ、グラムクラブ。あー、これかわいい。これサンタっぽい。この時期に良いかも。 LOL サプライズファッションクラッシュ、アイスパイシリーズか。Pull out the gel from the container. Crush the gel with your hand and remove all the accessories. Rinse accessories and dry them through. Gel may not be removed from all surfaces. Keep away from fabric, furniture, and other surfaces.うん、他のものにつかないように気をつけましょう。 Once opening the seal, begin crushing the gel. Avoid leaving it out for a long period of time. When finishing playing, throw away gel in a trash. Do not dispose in the sink or drain. はい、わかりました。 Wash hands thoroughly with mild soap and water after playing. ジェルが何でできているか気になるよ。書いてない。LOL surprise. Little sister, some big surprise out red magnum. はい。ジェルが何でできてるか書いてないんだよ。いや。ちょっと着せてみますよ。キャットナップ。この箱の中身も、この組も LOL だったとは。 LOL の、そういえばあの袋が気になるの。何て書かれている。それは別にサプライズでも何でもないよ。おい、おい、パジャマ着るのか。パジャマ、パジャマ、どっちが前。あ、リボンついてた。リボン、おへそついてるのかな。この子は違う。この服はおへそついてないけど、あ、お尻マークがある。ポコポコで間違えるっていう。ポピ右滑る、滑らなかった。左、可愛いんじゃない。うん、可愛い。意外と着せやすかった。そうなの。うん、ココナッツキューティーちゃんでした。ありがとうございます。キーもありがとう。どうありがとう。うん、ありがとう。顔映ったのかな。また洗濯物映ったんじゃない。また洗濯物映っちゃった。ばっかし映して。あ、ね、このココナッツキューティーちゃんさ、この服の方が似合う。うん、
なんかキラキラしすぎて、キラキラの服ってキラ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